晴らしい。その強さ、そのムキムキ具合、正義の心と全身タイツ、君の力は本物だ。全身タイツ大事なんやね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで未来の妖魔界に行こうってことなんやけど、過去の妖魔界には行けないのだろうか。今妖魔界過去、あ、行けるんじゃね。行きまーす。妖魔界でちょっとね、サブクエを先にしていこうかなと。新時代のヒーロー爆誕、妖魔界のたらふく一番街に妖怪探偵団と話したがっている妖怪がいるようだ。さあこれをやっていきましょう。さあどこだい、たらふく一番街。あれ、ナビワン案内して。はい、あっこや。おったおった、どうもヒーローさん、話せねえ、おりよ。お、おろして。私の名はスカイシャリマン、妖魔界を守る正義の妖怪ヒーローだ。君たちの活躍の噂、妖魔界まで届いているぞ。悪しき者をくじくため、時代も世界も超えて戦う人間と妖怪の混成チームだと。俺たちってそんなに有名になってるんだ。まあ、そりゃあね、エンマを決めるための大会にまで出てたんだから有名でしょうよ。そんな君たちに折り入ってお願いがあるのだ。ぜひ聞いてくれないか。妖魔界の平和を守る正義のヒーロー、スカイシャリマンによると、妖怪探偵団の評判は妖魔界にも届いているようだ。探偵団の活躍の噂を聞きつけた彼は、とあるの お願い事があるらしい。いいよ、別に。いいけどお願いって？君たちのチームの一員である彼とぜひ一度バトルをしてみたいのだ。誰？弱き者のために戦う正義のヒーロー、全身タイツでムキムキマッチョの彼だ。ミッチー？名前はなんだっけな。誰のことを言ってるんだろう。もし分かったらまた話しかけてみよう。新時代のヒーロー爆誕発生位クエストを進めてみよう。ってことは多分これメインにミッチーを入れていかなければいけない感じのやつやね。じゃ、とりあえず、雪女を下げまして、で、ミッチーを入れればよろしいということだね。ミッチー。あ、おった。はい。え、多分これやろ？はい。弱き者のために戦う正義のヒーロー、全身タイツでムキムキマッチョの彼だ。すまないが名前を押されてしまってな。もし知っていたら教えてくれないか。もしかしてミッチーのこと？そう、その名前だ。誰が呼んだか知らないが、人は彼をこう呼んだ。解決超人ミッチーと。そっちの名前で広まってるんだ。お願いというのは他でもない。ぜひ一度渡すバトルをしてほしい。解決超人ミッチーとその仲間たち、噂の君たちの力をこの目に見てみたいのだ。ミッチーがメインみたいな。バトル？正義の妖怪ヒーローと戦うなんて大丈夫かな。何、心配はいらない。スポーツみたいなものだと思って気楽にやってくれ。準備ができたら私に声をかけてほしい。頼んだぞ。オッケーよ。君たち待ちかねたぞ。私とバトルをする準備はできたか。オッケー。準備できたよ。本気で行くからね、スカイシャリマン。素晴らしい、その息だ。では私も全力で行かせてもらおう。よし、来い。あ、一人なんやね。仲間を突き連れてくるかと思ったよ、なんか。ゴーゴー。ミッチーの声ちょっと気が抜けるからやめていただきたいんだけど。ゴーゴーゴー、いけいけい。ポン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 。回復しつつ。ちょ、ミッチー、ポーズとか取らなくていいから。ポーズとか取らなくていいから、ちゃんとして。私は今、ものすごくミッチーを攻撃していたような気が。いや、当たらないんだろうけども。あ、ほら、ちょっと待って。ミッチーを敵と認識する私の頭。よろしくないぞ。
まだ誰も必殺技たまらないのかい。やめてよー、めちゃくちゃ近くから陽気ショットを打ちまくるやつ。あー危ない、うえいやー気絶してしまった。やばい、ちょっと待って、さすらい玉どこ。なんか私ミッチーになってるけど。あったー、はい、違う、さすらい玉、おっしゃー、お金アップ。ちょっと待って、私ミッチーになりたいわけじゃないんだ。あ、四天童子グレートか、違う、グレートか。そして鬼しぐれ、えい、よし、もっと。ミッチーサボってんじゃねえよサボんじゃねえよ。ルクシャなんか落ちとるって思った。地雷か、あとちょっと。特売商品に何気になる。でももうちょっとで戦い終わりそうよ。ああ終わってしまった。しかも地雷が最後の最後で爆発したんですが、このミッチーが許さんぞ。私の目が黒いうちは夏目さんに手出しをさせない。そんな話は誰もしてない。キラキラしてるね素晴らしい、その強さ、そのムキムキ具合、正義の心と全身タイツ、君の力は本物だ。全身タイツ大事なんよね。ミッチー君、もし君が良ければ我がヒーローチームに入ってくれないか。の何光栄なことじゃない。君の力があれば100年力だ。私と共に妖怪ヒーローとして妖魔界の平和を守ってほしい。ヒーローに憧れて人型スタイルで努力すること30年、そんなにやったんや。まさかこんな形で妖怪ヒーローからスカウトされるとは。しかし私には夏目さんを守る使命が。一体私はどうすればいいのだ。いいじゃん、ヒーローチームに入っちゃいなよ。別に私は困らないし。かわいそう、さらっとひどい。よし、そうと決まれば早速任務だぞ。ミッチー君、本人の意思は。先ほどタコツボ前で妖怪ワルノリンが女性を襲っているという連絡が入った。話進んでるし突っ込むんやね。おそらくバトルになるだろうが、これはミッチー君のさらなる力を託される目的もある。私は先に現場へ向かっている。君たちも急ぎ来てくれたまえ。私らワルノリンを倒しに行こう。これもクエストの一つに含まれているのね。なるほど、向かいますどこって、タコツボ前。何タコツボって、そんなところあったっけ。あれ、もしかしてあのでっかいタコの看板のこの前ってこと。うん、でも微妙にそれとるような気がするけど、ちょっと待って、こっち側か。あ、いや、それてないな。きっちりタコツボ前か。うい、ワルノリン、あ、いたいた。うわ、すげえ。あれやね、スーパー戦隊とかに出てきそうな感じのなんだよなんだお前ら、僕ちゃん今超忙しいのよ。よし、お前が女性を襲っている妖怪ワルノリンだな。解決超人ミッチーがお前許さないぞ。今のなんか違う気がする。もう一回やっていい？正義の味方をやるつもりならちゃんとセリフ決めてから来いよまあいいや、僕ちゃんとバトル、ん？僕ちゃんとバトルしたいんだろ。一戦も受けてたっせ。じゃあ今、それじゃあお願いします。よーし、行ったな。久しぶりにやりたい放題暴れてやるぜ。あ、ここがちゃんとタコツボってのれんがかかっとるとこなんや。ほら、なんか戦隊ヒーローとかでさ、なんか戦闘員みたいな感じ、一番下の回復したいな、回復。よし、いいぞ。あ、待って、あ、消えたー。ちょっと待って、はい、ミッチーシャドウサイド、そして三又開口戦、ヘイ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 、はい、ユミちゃんおいで。よし、わ
友達召喚レイ。そんなに効いていない感が。はい、セイリーシャドウサイド、神なるタイガセイ。よし、いいぞ。トリプルウォーターセイ。四天王寺がもうちょっとでいけそうな感じですよ。あ、ウリボーを入れ。はい、どこや。ウリボー、ちょっとつぼおれ、つぼお進撃。全然当たってねえ、つらつら。ワルノリンだいぶ強くない。だいぶ強くないっすか。あー、アキノリ。さっきから人がやられまくりなんやけど、どこや。おっしゃ、幻獣召喚幻武。どやどやどや。はい、そして酒天童子グレートカップ。お、西グレート。どやー、酒天童子でやっつける。とりあえずふみちゃんがふみちゃんがお亡くなりに。ケータもやけど。ああ、迷惑かけて悪かったわね。また悪ノリのやつに絡まれちまった。なんだよ。面白くね。ちょっとナンパしただけですぐこれだ。シャリオの野郎、助っ人なんか用意しやがって。シャリオ。どっから連れてきたんだ、このマッチの全身タイツは。何を？お前もマッチの全身タイツだろうが。それにしてもあんたやるじゃない。新しいヒーローなんだってね。うん、期待の新メンバーだ。だから私は新メンバーではない。おいおいおい、なんだよお前、新人ヒーローかよ。だったら最初からそう言えってんだ。仕方がね、僕ちゃんがヒーローの技ってもん教えてやるか。敵なのに、まずは可愛い子ちゃんを見つけて声をかける方法から、大切な新人にちょっかいをかけるんじゃない。お、あれももしかしてヒーロー側なの。また勝手に話進めてるし。ねえミッチー、本当にこのチームに入ってみない。ミッチー、ここに来てからずっと出かけちゃってない。きっとこの場所があなたには合ってるのよ。ちょっと待ってください。私は夏目さんのナイトであって、私なんかのナイトを続けているよりこのチームに入った方がミッチーは輝ける。夏目さん、夢だったんでしょ。頑張れヒーロー。私はお、入る？ナイトですから。お今の展開でそうはならないでしょう。私がお守りします。夏目さんと離れたくない、一生ついていくもん。ミッチー君。そうか、そこまで言うなら仕方がないな。ああ、仲が良くて何よりさ、邪魔して悪かったね。ちょっと引いてる。こんなやつに来てほしくないってきっと思ったね。新時代のヒーロー爆誕バッチリ解決。夏目もきっと綺麗な感じでミッチーをお払い箱にしようと思ったんやろうけどダメやったね。ワルノリンとは腐れ縁みたいな関係でね。ある時は協力し、ある時は敵対しって感じなのさ。あいつここぞという時には頼りになるんだけど、普段がどうにもチャラすぎるのが欠点よね。なるほど。ああ、さっきのあれには正直驚いたが、ミッチー君の実力は本物だ。我がチームに入りたくなったらいつでも声をかけてくれたまえ。ちょ、動きがうざい。そんだけの実力があるんだ、シャリオのチームに入るなんてもったいねえよ。黙って僕ちゃんについてくればいいんだ。楽しいこといっぱいあるぜ。いりません。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これで過去の妖魔界でのサブクエストも終わったし、次こそ未来の妖魔界に行ってスラナキを倒そうか。